しもし、かわいい？はい。おー、かわいい、かわいい、バカ、もう。こんにちは。元気そうじゃないの。元気ですよ。かわいい、かわいい。こんにちは。聞こえてますか？いや、でもまず正直今の最初の最初のトーン、ラブシーンしたね。やった、やった。かわいい、元気なの？え、めっちゃ元気です。めっちゃ、めっちゃ元気なの？めっちゃ元気。今から来なさい。美味しいもん買ってさ、来てよこっちに。ねえ、昨日いっぱい寝た？え、何ですか？いっぱい寝た？え？昨日いっぱい寝た？寝たかって？うん。寝た、あ、寝ました。寝た。寝た。たくさん寝てます。かわいい。はい。何、昨日何食べた？昨日？昨日ですか？昨日のアサイ食べました。やら、かわいいね。アサイだって。おしゃれ、おしゃれだ。アサイボールか、うん、ねえ、アサイボール、はい、そう、アサイボールです。あら、やってるみたいね。なんだ、いいね、満喫してるね、なんか ね、うん、え、今何してんの？あ、今バイキング見てますよ。あ、見てんのね、ちゃんとね。はい、あ、今どんな格好してんの？あら、教えてほしい、教えてほしいな、教えて。かわいちゃん、これね、すごい作ったの、私。どう？かわいちゃん待ってるよ。あ、すごい。そう、誰も触れてくれないからさ。俺らも絶対触れないから。そうよ。すごい、見れてます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。すぐ行きますね。今日は何、これからやっぱ買い物とか行くの？買い物。今、検査入院中なんで。そうだよね。はい、まだちょっと安静にしてなくちゃいけないんですけど。そうだね。はい、でも全然元気なんで大丈夫です。なんか、買っていってほしいもある？え？そう、欲しいもの。何が欲しい？欲しいものですか？うん。あ、ちょっとなんか飲み物を。ロビーで買え、それは。走りじゃねえか。ロビーで買え。ふざけやがってよ。飲み物欲しい。甘すぎだろ、お前それ。え？美穂さん、何かありますか、聞きたいことは。聞きたい、なんだろう。スリッパ履いてる？どうでもいいよ。スリッパ大事。かわいいやつ。かわいいやつ履いてんの？かわいいやつ。履いてんだ。そう。じゃあずっとテレビ見てんのかな、昨日から。自宅そうです。留置中だもんね。そっか。はい、ずっとテレビ見てます。何見た、昨日テレビ。昨日やる。昨日は昼なんです。バカやろ。バカやろ。バカお前。バカ。仲間報酬禁止用語だよ、それ。その場では。放送事故だ、放送事故。ダメだよ。見てますので。何昼なんです見てんだよ。そうだもん。電話つながらねえよかったよ。今バイキング見てますんで。今はね、今はね、電話だからね。見てます、大丈夫です。見なきゃダメだけどね。今日何見んの、これから。今日昼なんです。いや、じゃあ今日じゃない、今日じゃない。今日この後は何見るの。電話来た、そっち電話、そっち電話しろ。この後バイキングずっと見てるので、できれば最後にも出させてほしいなと思ってるんですけど。あ、今日？はい、エンディングの部分にも。あ、でもさ、確かに電話で参加みたいな感じいいんじゃない？感想とか、感想とかあったら電話してきちゃっていいし。ダメ出しでもね、いいしね。ダメ出し OK。うん、わかりました。結構いいかもね、このテレビ見ながらこのバイキングをさ、見るっていうのもね。すごいです、なんか不思議です。そうだよね。はい、そっから参加できるんだもんね。はい。おう。なのでぜひ。今日何食べる？何ですか今日？今日何食べたい？今日何食べたい？俺行ってあげようか。スクリーン行ってあげるよ。いや全然大丈夫です。心配だもん。いや全然全然。見たいんだよ俺、可愛いよ。確かに会いたいよ。会いたいよね。全然大丈夫です。本当元気なんで。大丈夫、でも心配だ。行く行く俺が。いや全然作ってあげるよ。なんで完璧に拒否してるな。なんでだよお前、優しく言ってんのに。いや本当大丈夫。今だってリアルに笑ってごまかしてたもんね。リアルだよ、リアルだ。本当に大丈夫ですよ。そっか。なので、今日何食べたいのよ。今日何食べたいですか。今ですか。今なんだ。でもさっきまたアサイボール食べたので。さっきも食べた。最初からアサイボールで行く気か。まあ栄養価高いけどね。そうなんです。昼はアサイボールだ。夜何食べる。今日夜はまだ分かんないんですけど。そうか。まあでもすごく体にいいもの摂取してます。いいね。それはね、過去物しかないと思うよ。過去物しかないらしい。疲れが
取れるから。物しか残らない。泉ちゃん何か聞きたいことある？特にないよ。聞いてよ。聞いてよ。元気そうだから安心した。まあ安心したよ。元気です全然。いやあかんね、本当元気そうだね。はい。すごいね。はい。あとさ、総選挙のね。あ、はいはい。後に、AKB 卒業するっていう噂があるじゃん。そう、俺それ聞いたの。イエイ。あれ本当？あれ本当？いや、誤解です、誤解。違います、違います。え？違います、全然。俺の一票どうなんだよ、それは。なんかびっくりしてるんですけど、私も。え？本当だよね。え、だから AKB 卒業するの？いや、しないですよ。しないの？じゃあなんかそんな噂が。言ってないですもん、だって。なんかブログに書いてたんだよね、かわえちゃんのブログに。おぉ、卒業した。違うんですよ、私、速報の順位がすごく低かったんですね。残念なことに。残念なことに、すごく低くて。その感想を書こうとしたんですけど、なんかちょっと違った感じで捉えられてしまって、っていうことで。なんで書いたの？なんで書いたの、感想。いやちょっとまあだからその、ちょっと今はそのやっぱ速報が低かったから言いたいことにたくさんあるけど、ちょっと今は言えないじゃないですか。あ、なるほどね。だからその選挙終わったら言いますねみたいな感じに書いたら、ちょっとなんか、え、こいつ辞めんのかみたいになっちゃって。はい、なるほど、それ誤解されちゃったのね。そうなんです。びっくりしたもんね、低すぎてね。そんなに低かった？そうなの？すごい低かったんですよ。すごい低いんだ。低くほど低かったの？低くほど低かったです。ねえ、水曜バイキングだ、戦隊の道ってやってんのにね。戦隊の話じゃねえよ。そうだね、じゃあコーナーはなんかフェードアウトしていこうか。ちょっとね、期待しすぎたかな。じゃあちょっと最後にさ、心配してくれてる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、いや本当にもうたくさんの方にご心配おかけしたと思うんですけど、もう全然元気で、もうすぐにでも復活できるように治療に専念して頑張りたいと思います。分かった、じゃあかわいい、バイキングちゃんと見ててよ、また電話するかもしれないからね。見てます、バイキング。はい、はい、じゃあね。